も聞いてくれてるみんなありがとう。常の MC はほどほどに、これからもよろしくね。こんにちは、皆さんお疲れ様です。ご機嫌はいかがでしょうか。つねいです。つねいの MC はほどほどに、ボリューム30でございます。この番組はシンガーのつねいがライブの MC だけでは語りきれない思いや、プライベートに踏み込んだ話、今ハマっているものやこと、最近起こった出来事など、自由なテーマに沿ってお送りしていきます。音声だけではなく、最後には動画もあります。リクエストによっては歌も披露いたします。トークテーマやメッセージも随時皆さんから大募集しておりますよ。30回目、やったー、ありがとうございます。いつも聞いてくれている皆さん、そして初めて聞いたよの積み重ね、そしてあといつもメールやコメントをくれる皆さん、皆さんのおかげで30回やってこられました。ありがとうございます。キリのいい30回というところまで来ましたので、実は常ほど今回で、最終回にはいたしません。すいません、まだ喋りますすみません、まだ続きます、よろしくお願いしますありがとうございます、嬉しいな30回、30週目ってことだもんね。すごい。これからもこんな感じで行かせていただきますありがとうございます。さて、今回のトークテーマなんですけれども、前回の知らんがなクイズが、つねいんちのトイレの小物は何色でしょうという、これまた本当に信じられないぐらいどうでもいいクイズにちなんで、今回トークテーマ色についてお話をさせてくださいってなことで、メールやコメントも募集しておりました。色、皆さん好きな色とかってあると思うんですけど、私も好きな色はいくつかあるんですが、なんだかんだお部屋の中は、なんかね、茶色とかベージュとかそういうの結局買っちゃうんだよな。そういうので揃えてしまっているので、ちょっとね、トイレだけは何か色をと思って、入れているんですさあ、皆さんからメールやコメントいただいております。ほどほどネーム、みぶじいさん。つねいさん、ワンバンコです。つねほど30回おめでとうございます。ありがとうございます。早いものですね。まずは50回目指して突っ走りましょう。そして前回メールを読んでいただきありがとうございます。イタリアンの説明バッチリでしたよ。それでは今回のテーマの色についてですが、自分は昔から青色が好きで、ロイヤルブルーみたいなちょっと暗めの青が好みで、今乗ってる車も青色ですし、普段乗っているロードバイクのハンドルやボトルホルダーとパーツ類は青で統一してますよ。それと今年は南大沼グルメマラソンがなくて残念。そして今週の知らんがなクイズですが、緑ではないかと思います。風水で緑は仕事運の上昇の効果があると言われてるみたいだから緑にしました。あと最後の動画、つねいさんが興奮してるのがすごく伝わってきて面白かったです。それではまた、はちゃのーと。ありがとうございます。いやね、興奮した動画を載せておりましたが青が好きなんだ。青いいですよね。私も結構パキッとした青色が好きだな。緑色はなんかあれだよね、カーテンを緑色とかにするとすごくこの人間関係が良くなるみたいな、見たことあるあとその仕事運で言うと、携帯のさ、待ち受けの画面をなんていうの、これにするといいみたいなのがすごいバズったやつを私も真似してやってみたら、なんかすごいその後しばらくあんまりいいことなくて、すごい包丁で手切っちゃったりとかしてあんまりついてなかったんで、いやちょっと違うのにしようと思って、じゃあ何がいいんだろうと思って調べてみたら、なんか青系にすると仕事が良くなるよみたいなのが書いてあって、でなんか何、いい蝶々、仕事運が上がる蝶々がいるんだって、なんか青いで、なんかそれを待ち受けにするといいみたいなの書いてあったから、それをね、携帯の画面に今どっかから画像を持ってきて、それ
してるんだけど、それにしてすぐはポポポンって仕事がね入った時がありました。まあ今もちょっとどうなのかわかんないけどやってみているけど、またポポポンがあるといいなーなんて思っておりますさあ続いて、ほどほどネーム単身赴任中のニノさんから、スネイ様番組スタッフの皆様こんにちは。やった久々の大当たりビッグマック生き量のお越しお待ちしてます。多分正座はしてないけどね。さて今回の知らんがなクイズですが、このどうでもよさそうな問いに対してちゃんと考える私、トイレの小物は黄色ですね。なぜならアンカバーのビデオで着てた衣装が頭に残っていたので。で色の話、衣類バッグなど身につけるものはほぼグレーと青系、笑っちゃうくらい偏ってる。その他白、黒、赤、ピンク、オレンジとかもあるんだけど、緑は一つもないことに気づきました。だってユニクロでもグレーか青系にしか目がいかないんだもん。じゃあ今回はこの辺で、それではと、ありがとうございます。確かに黄色、私すごい最近好きだな黄色。今ね黄色い靴が欲しい手を出さない色ってあるよね確かに。あでも今は私はあんまりないかな、まんべんなく着るようにはしてるけど、でもなんか気づいたらこの色多くないみたいなのはよくあるな、あるある。ありがとうございます。続いて、ほどほどネームよっぱさん、こんにちは。つねいさんこんにちは。つねほど30回達成おめでとうございます。ありがとうございます。そして30週も楽しいお話を聞かせてくれてありがとうございます。どんどん記録を伸ばしていきましょう。毎週楽しみにしてますありがとうございます今回のお題、色についてですが、前から不思議って思ってることがあって、緑色なのに青色って呼ばれてるものが結構あるんですよね。青信号、青リンゴ、青葉、青汁、親戚の子に質問されてゴニョゴニョとごまかしたことがあったな。青リンゴとか青汁とか本当に青かったらちょっとゾッとしますよね。知らんがなクイズですが、なかなか当たらないです。さすが知らんがな、かっこ笑い今週は常井さんの家の、トイレの小物の色はってことで、風水とか関係してるのかな。ズバリ緑色でどうです？落ち着くと思うんだけど。9月26日の NST 祭り見ましたよ。すごく楽しいってオーラがダダ漏れでしたよ。楽しみにしていたライブが終わってしまって、ちょっとロス状態というか、もっとライブ見たいよスイッチが入っちゃってます。早くライブができるといいですね。ではまたメールします、と。ありがとうございます。 NST 祭り見てくれてありがとうございました。楽しかったのでね、またこういうのライブどんどん、いろいろ出れるように頑張りますし、決まったものはどんどんお知らせしていきます。そう、この青問題わかるわ。これ私の実家ですごく いつもずっと語り継がれてる話なんですけど、なんかね、私はまだちっちゃかったのか生まれてなかったのか、それぐらいの時の話らしいんだけど、私のお兄ちゃんとお姉ちゃんがじいちゃんと一緒にこうお買い物に連れてってもらってたんだって。でなんかアイスを食べようっていう話になって、で緑色のやつが食べたくて、これがいいこれがいいって言ったら、じいちゃんがお店の人に注文するときに、青いがくださいって言ったんで、そしたら、まあ、そりゃ青いのが来るよね。で本当は緑のやつ食べたかったのに青いの食べたっていう話が、ずっと我が家のね実家でたまにこう話題に出てくる話なんですけど、なんかこの青って言ったことによって生じた何かって他にもねあると思うんだよな。これなんで青リンゴとかって言うんだろうね。山の緑が青々とって言うもんね確かに不思議だな。さあ続いて、 YouTube にコメントいただいてます。ほどほどネーム福島の辻ちゃんから、つねちゃんワンバンコ、ワンバンコです。お久しぶりねのコメント。インスタライブに NST オンラインライブも見たよ。オンラインショップで購入したトートバッグにサインありがっちゅ、トイレの小物の色、クイズの答えは知らんがな、でも答えちゃうがな、ブルーでどうよ。なぜなら自分のラッキーカラーがブルーだから、笑い。またコメントするねと、ありがとうございます。みんな知らんがなと思いながら答えてくれて本当優しいさあ正解はあったんでしょうか。それでは正解を発表したいと思います。前回の問題が、
常インチのトイレの小物は何色でしょうという問題でございました。正解はじゃらららららら、じゃん、ピンクでございます。せーの、知らんがな、ありがとうございます。正解はピンクでございました。どうしてピンクなのかというと、私ピンクがすごい好きで、大好きなんだけど、なんかさすがにお部屋をピンクにするような柄でもないし、あんまり前面にピンクを出していくような柄じゃないなとちょっと自分で思っているので、だからそのピンクが大好きっていう気持ちをちょっとあんまり表には出さない分、トイレとかカバンの中とかに存分に出しています。なので謎にトイレだけすごい女の子らしい感じになっております。ピンク結構なんていうの、私のアルバムの Into のジャケットの中のピンク色とかめちゃめちゃ好きです。てなわけで正解はピンクでございました。ありがとうございました。それでは今回、ボリューム30も、知らんがなクイズを出題したいと思います。問題です。じゃらん、常インチのソファーのクッションは何色と何色でしょう。常インチのソファーのクッションは何色と何色でしょうという問題でございます。ボリューム30ということなので大サービス問題でございます。これはですね、常井のサブチャンネルのご飯の常井を見ていると必ず出てくるのでわかると思います。私の背景にクッションがいつも並んでるんですけど、そのクッションは何色と何色でしょうというサービス問題です。見事このクイズに正解すると、なんと常井の生き量が皆さんの家に行きますのでね。皆さん、続々ぞどしどしぞどしぞし。このクイズの答えをぜひメールやコメントでお寄せください。そして次回のトークテーマなんですが、今回ボリューム30まで続けてこれましたということにちなんで、次回トークテーマは長く続けていることありますかということをちょっと皆さんに聞きたいなと思います。次回のトークテーマは長く続けていること、なんか習慣になったこととかでもいいですし、毎年これやってますよとかそういうことを皆さんから募集したいと思います。その他にも内容はどんなことでも OK です。メールアドレスは hodohodo@tsunei.com、 ほどほど @tsunei.com までお寄せください。そして、この YouTube のコメント欄にコメントいただくのも本当に嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと常井の楽曲も引き続き愛してくださいませ。 iTunes、Apple Music、Spotify、LINE Music などで、お気軽に聞いていただけます。さらに、オンラインストアで CD やグッズも販売中でございますので、常井オンラインで検索して、ぜひぜひチェックしてください。ボリューム30も皆さんお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。そして引き続きよろしくお願いいたします。最後は動画でお別れでございます。今回の動画はプロの人かっこイメージかっこ閉じでお別れでございます。次回も皆さんほどほどに元気でお会いしましょう。はちゃのー。お願いします。はい、 OK です。便秘にはコーラック、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。